様、18時38分発宇都宮駅です。那須塩原西那須の野崎、矢板、片岡、蒲坂、藤江、本社口、岡本、終点宇都宮の順に停まります。お客様にお願いいたします。お荷物は座席の上には置かず、皆様が快適にご利用できますようご理解とご協力をお願いいたします。ドアはボタン式です。ドア横にございます。開けるボタン、閉めるボタンがご利用いただけます。18時38分発宇都宮駅です。発車まで3分ほどお待ちください。いたしました。18時38分発宇都宮駅、まもなく発車いたします。38分発宇都宮駅、まもなく発車です。
ご利用いただきましてありがとうございます。この電車は宇都宮駅です。那須塩原西那須野尾崎矢板片岡浜坂無人へ本社口岡本終点宇都宮の順に止まります。西那須野には18時48分矢板18時58分無人へ19時12分本社口19時17分終点宇都宮には19時28分7時28分の到着予定です。4両編成での運転です。お手洗いは一番後ろの車両にございます。車内禁煙と携帯電話の使用などにご理解とご協力をお願いいたします。この先那須塩原岡本間駅到着の際、ドアは自動では開きません。各駅お降りのお客様、ドア横にございます。開けるとボタンを押しまして、お降りください。ドアを閉める際は、周りのお客様に十分ご注意願います。次は、那須塩原出口、左側です。新幹線上り、那須282号東京行き、1番線から19時2分の発車です。次は那須塩原です。次は西那須野の出口右側です。
次は野崎です。
次は矢板、矢板です。片岡です。お出口左側です。
浜坂です。Thank you.
19時15分発車です。
岡本です。
終点の宇都宮です。9番線に到着をいたします。お出口は左側です。宇都宮からのお乗り換えご案内いたします。新幹線上り山井港218号東京駅4番線19時48分です。湘南新宿ライン上山、古賀、久喜、大宮、浦和、赤羽、池袋、新宿、横浜方面湘南新宿ラインの逗子行き7番線から19時31分お乗り換え時間短くなっております。ご注意ください。その後通勤快速上野行き8番線から19時41分です。日光線鶴田鹿沼今市方面日光行き5番線20時9分の発車です。ご利用いただきましてありがとうございました。まもなく終点の宇都宮です。車内に忘れ物落とし物をなさいませんよう、棚上、足元、座席の上などお荷物今一度確かめた上でお降りください。新幹線東京駅4番線から19時48分湘南新宿ライン逗子行き7番線19時31分通勤快速上野駅8番線19時41分日光線日光行き5番線から20時9分です。本日も車内マナーご協力いただきましてありがとうございます。終点の宇都宮ではドアは自動で開きます。お出口左側です。